俺のこと小顔交換しようとしてくれるダッシュでこそどうも武田でございます。中下に来ていただいてます。ありがとうございます。まあ、俺が来たんだけどいらっしゃいませ以前ほのかちゃんと陸上選手経験者同士ならデートが盛り上がるんじゃないかっていう、あれすごいよ、6万弱いったから。おー、結構回ったでしょ。いや本当にありがとうございます。なんかね、俺のコミュ力を褒められたんだけど、俺自身はほのかちゃんのコミュ力の方がすごいなって思うけどね。何も出ないですよ結構俺も人見知りだから実はこう見えて。あ、そうなんですか。うん、感じなかった、うん、あ、本当すごい好評だったんです。また動画撮ろうって話になって、であんなに楽しくさ、ご飯食べてさ、いろいろ歩き回ったりさ、マジあれ以来一回待ってないよー。マジプライベートゼロゼロきつ、一回待ってない一回待ってないよね。びっくりした。ここは合わないかって思ってさ、あれさ撮ったのさ6月すごい暑かった。暑くなりかけの時だったよね。11月も11月よほぼ半年トレーニングだったらいいよっていう感じでSNS とか見てるとウェイト結構してるなっていう。そうですね、なんかまあめちゃくちゃ重いのはあんまりやんないけど、ある程度はできるようにして。はいはいはい、めちゃくちゃ綺麗で。あ、本当に。そうそう、動きめっちゃ綺麗。ごめん、いや、すげえ上から見せない俺全然上手くないからできそうだなと思いまして、今日ほのかちゃんのこのホームゲームホームゲームって言うの。ホームって言うの。練習練習ここに来て勝負していきたいなと思います。ありがとうございます。はい、していきましょう。これビッグスリーとか体重比で勝負したらいい感じになるんじゃないかみたいないう話だったけど、とはいえ俺男の子だから。そうですね、とはいえね、短距離選手だしやりますよね。だってウェイトもね。そうやるんですよ。でもあれだよね、そのビッグスリーとかクリーンとかあんまりマックス測定自体あんまりやらないんだって。マックス1個も測ったことないでしょ。だからそれはいい機会なんだよね、きっと。よかったよかった。俺もあんまりやんないから。ホント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 いや、ほんとほんとほんと体重比大丈夫体重比だって何キロ上げた、勝った負けたってやったらバレた。そこの体重だったらそうそうそう大丈夫、大丈夫。女性の体重聞くなって俺教訓がある、武田家の教訓があるんだけど。ああ、いいこと。一般の女性には聞かない。ああ、アスリート OK。 アスリート全然大丈夫。ああ、めちゃくちゃ聞いてきてる。はい、ざっくりイメージはベンチ、スクワット、デッド、まあクリーン、まあこの4つあたりかな。全部きついよね、うん、普通に、ね、なんかどんどんクオリティ下がっていくと思うからクリーンめちゃくちゃ得意だ、うん、クリーンをやるとしたら最後にしよう。あ、最後、うん、疲れてる、疲れてる時にしよう。何したい最初。いいよ選んで。なんかな、うん、ベンチ、ベンチしてみる。ベンチか、ベンチね、ベンチか大丈夫かなダッシュで行こうぜと、その前にね、今日お世話になる、はい、ずっとここでやってんの結構。はい、クロスフィットやってます。みなとみらいのユーフィット、ユーフィットってめっちゃ広いね。24時間やってるジムみたいなのは機会が多いと思うんですけど、バーだったりとか。ガチガチアスリートが一番嬉しいやつ。そうです。今日もそうなるんでね。いらっしゃいます。お邪魔します。ありがとう。ダンベルも充実してまして。バイク使ったことありますか？ない。そんな一瞬で始めれるの？あとはローイング、カヌーとか。おー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 。あとはマスキー。え、届くの？あ、届く。こうやって。はいはいはい。はい、いいね、やっぱ形がしっかりしてる。ケトルベルもたくさんあって、うん、ダイナマックスもちゃんとある。素晴らしい、さすが。重い、重いと思います、多分。うわ、ほんと 6.3、4.5。 だいたい陸上でトレーニングするとき3から4だもんな。うん、重い重い。一番重いのだと9キロ。はいはいはい、重いわ。あとロープがあったりとか。登るの得意そうだね。あ、そう、登るの得意。重さも充実してますと。おおお、うれしそう。ここをお借りして撮影させていただきます。お願いします。いや、分からんよ。俺も50とかでしかやってないから、いつも。これアップデートです。これなら10回くらいいけるな。30で10回いける。いっていいんだよね、体重じゃ。でも何キロぐらいなんですか？52。 52? 大丈夫、50とかにしてみて。39とかすごい。予選39です。39です。一つ目安になるのが、自体重上げれるか上げれないかってところだよね、今のところ。何ですか？これ66。一番最近の体重見る？軽くね、意外と。軽すぎる、うん、長距離走るからさ。え、走ってねえ。走ってね。走ってるに値するんだよ、俺にとっては。あのペースだったんですよ。あのペースって毎回言うね。そのあのペースって6分半とかいいでしょ。ほらほらほら、前回66。あ、すごい。67にしましょう、ハンデ。1キロ2キロや、気のせい。これで40。これでいいします。次どんぐらいで刻みますか？5いく？5行く？5行って終わるから。ちょっと着着
ましょう。もう余裕、余裕だ。強いね。これで5キロだった。え、重っ。よし。何やってる？50開けたからね。え、これ50？これ50でしょ。50だ、50。ほんと算数弱い。ほんまに算数弱い。うわさあ、50キロ。もうほぼ自体重よ。いや、変わってない、変わってない。変わってない、変わってない。余裕、余裕。ちょっと僕は一つ飛んで60いこうかな。よいしょ。血で焦った今。50キロか、上がらないとしたら記録が45になるわけじゃない。47.5にする。そうしよう。そうする。疲れてない？疲れてない。大丈夫。よし、じゃあ決めましょう。無理だな。無理です。86%。 じゃあこれ俺70やって気持ちよかった。なんか背中決まんない今日。なんかフラフラしてるよね。決まってないことが分かってる自分が偉い。刻みます。ここで武田ビッてます。負けた。今俺の60と一緒だからな、パーセンテージが。これ開けたらもう8。で60。お、毎回そのくだりいるん。よっしゃー、嬉しい、嬉しい。65。よし。ベンチ武田の勝利。まあね、長いから今日。今日長いから。最後にだってあれですね、10キロラン勝負とかあるし。ダッシュで行こうぜ。ちゃん、あれだね、俺こんなとこ長距離マウントしか取れてないから。え、何時間かかるんですか？車に乗る、4時間半。4時間半。聞きました皆さん、今笑われたんです。走ったことはないけどね。だから今俺も勝ちだから、それは。通過で勝てるんですよ、100キロの。デッドリフト2倍とかだったら強いから。あ、いいね。90から。頭から90。90、95、100とか。いや、え、なんかすげえ強気じゃない？また今計算してる。今から100キロ上げる人にモテるのキモいわ。モテる。モテる。なめんな。なめんなよ。でも俺本当に女の子とウェイトしたことないの。これで、これで私が100上げたら武田さんは120ぐらい上げてる。違う。いや、そうじゃない。上げないでほしいよ。強いよ。しかもなんかベンチにでもさ、結局上がんなかったけどさ、決まり方がいいよ。この安定。やり方が分かんないんだと思う。うん。でも上がるよね。本当に。ベンチ？挟む？挟もう。持てる？持てる。持てんだろ。そうなるのに荷物持ってあげる。トーンで行っちゃった今。行きましょう。おい、余裕。よいしょ。強い。そろそろ、そろそろおっさんは。おっさんって言った今。気のせいだよね。気のせい。死後しか変わんないんだから。死後。死後変わったらだいぶ。死後よ。え、そういうの気にする？年。85と90。そこ見据えて嫌なの。そこを見据えた時の嫌さが出るの。え？そうまだ90か。いけー、あげちゃえ。え、でも本当にさ、ほのかちゃんってさ、年齢気にするタイプ？よーる。全然しないタイプ？うん。上としてはどこまで？見た目は。あ、若々しければ。別に何歳です。でも別に差は未成年だけじゃない。だって最初何歳で入りたいか。確かに、そもそもね、何歳だったんだ。じゃあ俺29の時どう？あ、意外と意外と言ってる。あの、え、ヨシキさんより下。それはいいから、すぐみんなヨシキと比べるんですよ。ギャリー余裕やん。しかもなんか、行くとか言わないで、なんかそんなの。チレッド100キロしたね、今。
これ上げたらベスト、ベストだ。いけるか、自己ベスト。うえぇー、自己ベストおめでとう。強っ。余裕っていうか、なんかいけそうね、まだ。なんか見た目嫌だもんなこれ、俺なんか見た目嫌だ、これこれで110とか嫌だ。重いよ、重いよ、これ視覚的ダメージでかよし、オッケよし、並べてる、シンプルに105よ。なんでシンプルに105、複雑に105である。あげよう、あげよう。いや、これも見たいわ、上がってるとこ。いえ、いく、おっしゃー、ナイス、嬉しい。ありがとうございます。ちょっと待って待てー。さあ、何キロできます？厳しい戦いが始まってきたぜ。20分。何、いきなりそのマウントを取り始める。これ本当に120、最悪の見た目。120ラウンドガールですね。じゃあ最初に言っとくけど、これ上がったら今日結構満足。ごめんみんな。よっしゃー、えっ、股関節すんげーくーってなって、進展するときくーってごめん、負け、無理、ちょっとやめとく。ごめん、ちょっと怖かった今。危なかった、今結構怖かったわ。こんな思いので、社会人やったことないから。お、じゃあベスト、社会人ベスト、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 多分ね、大学の時130やったんだよ。それ以来やってないから、まず、うわ、勝ちや、マジ、普通にやった。びっくりした、100上げるのね。負けでいいよ、これは強い。ダッシュで行こうぜ。本気だ。フックグリップするんで。フックグリップ知ってる人少ない。え、フックグリップするでしょ、こうやって。だってこうって思ったらスポーンはいくから。あ、待って、今日やらないんだ。ストラップないんだ、やばい。40ぐらいでやってる。1回痛い、痛い、痛い。笑えるな。どうぞ、作業、うん、相性最悪。一人に入れた方が楽。あ、okay、これ35円な。綺麗、気持ちいい。落とした、落としていい、ドンって。ちょっと言ってる、落としてる、叩かれるよ。え、まあ、落とさないで。うわ、やばいやばいやばいやば。ジムのやばいやつや。めっちゃ揺れる、私も。ダンベル投げないでください。ゴム重りだから投げても大丈夫だよ、できてんだよって。しかもここもな。そうそうそう、落としていいようになってるね。そう、ちょっと調べてからいいな。調べてからいいですよ。どうする、50いっちゃう。50いきましょう。めちゃくちゃ注意されるの嫌いやん。50。え、でも結構いくね。これで体重ちょい。そうだ、余裕だ。うえぇ、はい、よほい。あんま軽くてちょっと逆に薄い。55だ、55、よし。うおそっちの方がキャッチしやすい。開けなくていい、へそ上まで上がれば。おう、あと入る。それやってる人見たことない。だから俺なんとなく第一回そっちの方が難しく通る道が少ない。座って喧嘩する。うん。負けそうです。目線が下なの。すいません。めっちゃ怒られる今日。なんとかグリップもしないし、名前忘れちゃった。フックグリップ。目線も下だし、上半身でトリックし、やばい。俺こういうコールコールじゃない。こういうコールコールコールじゃない。こういうセッション。何？キャッチボール。キャッチボール。ちょっと見て、言い方うざい俺。総監督じゃん。総監督。ガオ。え？オッケー。俺わかんない。ニコニコしようダメよ。ダメダメダメ。ちょっと休んでもう一回行こう。よいしょ、オッケー。あいちゃん、だってこれ俺75上げてトントンだ。それ毎回やるの。毎回手の幅狭めですね。これどこですか。興味ないよし、じ
しい。じゃあちょっと刻もうか。で、62はベスト。うん、うわっ、てかまずクリーンのマックスを測ったところ。これだ。ピピ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 ピナイスギリ体重比の今 1.2 倍上げました。今やるやんで、俺は指示を上げれば85でいいですか。85上がったら勝ち。ああ、いいよ。よし、60%上げれる可能性めっちゃ持ってそうに見えて大したことない。ぶねえマジで。ちょっとさ、せっかくここ来たからさ、ちゃうやつもやろうよ。なんかやばい、俺男の子だから。なんかいいよ、得意なやつ。あ、オッケー。言ってくれれば。懸垂行こう。懸垂？あ、いいよいいよいいよ。ダッシュで行こうぜ。つるつる系だからザラザラ系ね。ザラザラ系。だって一人つけろこれ。手洗いないと無理だ。これ入れる。あ、こうか。あ、はいはいはい。あ、全然違え。でも多分めっちゃできちゃうよ俺。いいの？気まずいからさ、俺もウェイトで勝っちゃって。何の懸垂がいいか、それはもう合わせるから。あ、終わりならこう。おー、はいはいはい。ゆでだと、うん、あ、もう一個ある、もう一個ある。足をつけるから。もう一回やって。ごめんね、体力削らして。そっちが楽？楽っていうか回数いける。回数はいける。いけるタイプ。ただ体の使い方。あれ、なんかさっきの安心感なくなってる。背中前行ってる時に胸入って、こうだ。あ、そう。あ、いた、いた。今の一回タイミングはいい感じでしょ。タイミングいい感じ。めっちゃきついわ。きつい、ピキチ切れそう。先やって。ちょっとそれやるわ。ストリクトできるんですか。ん、ストリートスナップ。から。それから。ああ、もうそれでいい、それ、そのシンプルなやつ。一回できたでしょ。で、できるから。続けていい。レディーファースト。だからもう限界までやって。で、回数が少ないまま。フリアリでいこう。フリアリ。一、二、三、はい、四、はい、五、はい、六、はい、七、八。はい、9、はい、はい、10、足した。11、はい、12、はい、13、14、強っ。15。はい、こんくらいにしといてあげましょう。うわハンデ。なんでこんなの。武田、用意、スタート。1、2、4、3、落ちなきゃいいよ。4、はい、5、5、終わり？本気それ。5回俺よく言った今。1回目からもういっぱいいっぱいの顔してた。懸垂で負けでいいから1個だけやろう。もう1個ちゃうやつ、ちゃうやつ、ちゃうやつ。オッケーオッケー。俺弱いね、後背筋が。後背筋が弱いから重いし、体重が。いやいや、身長でしやかゆい、軽い体重。かゆい、かゆい。ダッシュで行こうぜ。縄跳びだって、縄跳びだったら負けないんだって。ちゃんと最後の勝利だと、でも2勝2敗なんだけど。5、4、3、2、1、スタート。最後までご視聴ありがとうございました。おいがい。仕方ないな、もう一緒にやると縄の音が聞こえない。音で飛んでんの。そう、武田の音が。リズム崩れる。確かに長距離走ってる時とか違うリズム来るとムカつくもんね。そういう感じだ。結構長い。誰行くんでしょう。5、4、3、2、1。やばい、1、3、4、5。
し、オッケー、せーのでよいしょ、いいよ、せーの、86、本当に思ったより長い、ね、しかも画面消えたら、それ見出すよね、もう一回やります、よし、ダッシュで行こうぜ。今回の5本勝負2対3でほのかちゃんの勝ち。5本勝負だったね。3本ちゃんと当たりとるやんけ。結構俺もね、いろいろ上がったわ思ったより数キロとはいえ2つ更新したでしょ。はいはい、そうですね。62と105。うわ、ちょっと嬉しいよ。嬉しい。次はじゃあ競技場でやろう。いいっ、ね、またよろしくお願いしますわ、はい、なんかないですか、告知宣伝と。ですね、特にないです。ないんかい。さっき言ったけど直近のレースがもう4つだから、はい、でも多分危ない今日口元言う、ね、ゆるい、こうやって一段落してるぐらいの時に時にあ、そういやみたいな。彼女のチャンネル登録とインスタ、あと何あと何がある、 TikTok、 SNS 全部SNS 全部全部ぜひチェックしてください、はい、それではまた次回のところでお会いしましょう。バイバイ、バイバイ、シュッ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。